ラサール軍はアメリカ合衆国入りの一州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は113,924人であり、2000年の111,509人から2.2%増加した。軍庁所在地はオタワ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ラサール軍はオタワストリーター小都市圏に属している。 シカゴメディア市場の中にあるが、川のある街や広大な農地などが混在し、独自性を保っている。シカゴばかりでなく、ピオリやクワットシティーズ及びロックフォードのテレビ市場が交差するところにあり、4つの市場から広告宣伝を行って地域に強い影響を与えているので、シカゴからは約60マイルと比較的短距離にあるにもかかわらず、必ずしも シカゴ都市圏に属しているとはみなさず、州北部あるいは北中部にあるとみている。ラサール軍は1831年1月15日に、テイズウェル軍とパットナム軍の一部を合わせて設立された。軍名は、初期フランス人探検家、ロベール・カブリエド・ラサールにちなんで名付けられた。ラサールは地域に入って、記録を残した最初のヨーロッパ人だった。 メキシコ湾からミシシッピ川を遡り、その地域全体を、フランス国王ルイ14世の領土とし、ルイジアナと名付けた。1860年、ラサールと他のフランス人交易業者2人が、イリノイ川沿い、現在のラサール群内にクレーブクール取りを建設し、1862年には、スターブドロックにセントルイス取リデを建てた。1857年までにイリノイセントラル鉄道の、 列車が1日に便来るようになっていた。W.D. ボイスがオタワでアメリカボーイスカウトを立ち上げたとされており、その評議会はボイスの名前が付けられた。ボイスと他に2人の設立者がボーイスカウトを設立したが、組織内でボイスの派が統合する他の2杯を吸収したので、ボイス1人が設立者の名誉を得ている。ラサール軍は、 W.D. ボイス評議会のロアヌイリージョンと呼ばれるものの中にある。オタワ市は有名なリンカーン・ダグラス論争の最初の開催地となり、リンカーンが別れたる家演説を行った。オタワの町はリンカーンに強い愛着を持っており、その中心街は19世紀半ばの建築様式を残している。軍民は大半が奴隷制度廃止論者であり、南北戦争以前に 多くの地下鉄道の場所が維持されていた。ユーティカは、スターブドロック地域への入り口と考えられている。ここには3つの公園がある。中でもスターブドロックが主翼のものであり、マティーセンは、スターブドロックと同じ要素を持っているが小規模である。その西には、バーミリオン川がある。バッファローロックは、アメリカバイソンのいる囲いがあり、また、エフィジーつむりと呼ばれる。 彫刻のあるマウンドもある。この村は2004年に竜巻に襲われ、中心街が破壊され、9人が死亡した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1148.04平方マイルであり、このうち陸地1134.92平方マイル、水域は13.12平方マイルで、水域率は1.14%である。 ラサール軍は9つの軍と境を接しており、国内でも多い方の部類に属している。イリノイ州には他にパイク軍も同様である。州内では面積でマクリーン軍に次いで第2位である。軍住民の多くはイリノイ側に沿った都市や町に住んでいる。オタはラサール、ペルー、マーセールの町がこれにあたる。南部にあるストリーターなどが例外的な存在である。 川の南北にある地域は大半が農業地帯であり、大きな町は少ない。近年、群庁所在地である、小田和市の平均気温は1月の下市12度から7月の下市85度まで変化している。過去最低気温は1985年1月に記録された下市25度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された下市112度である。 月間降水量は2月の1.32インチから6月の4.13インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラサール軍は下記37の軍区に分割されている。軍内には11の公立高校とイリノイバレーコミュニティカレッジがある。その他、私立学校が5校ある。大統領選挙の結果は次の通りだった。 ワイルドビルヒコック。ありがとうございます。